中盤はですね、おそらくトライアングルになるとは思うんですけれども、そのダブルボランチ、まあ、ここはですねやっぱりもう経験も豊富で、まあ、パスをつなぎながらのゲームコントロールもできる木村選手、ここは筆頭なんじゃないかなと思います。そこにですねユナイテッドを支えてきたハッタンダ選手や中原選手、この辺りがどう絡んでくるのか面白いところかなと思います。中原選手とかハッタンダ選手 もういろんなところに顔を出して、攻撃時は前線の選手を追い越してゴールに近いところでですね勝負に行ったりとか、まあ、そういったところでいろんな攻守のところでですね魅力を発揮できる選手だと思うので、3人を軸にですねボランチのポジション争いは行われるんじゃないかなと思うんですけれども、大卒ルーキーの渡辺選手、トレーニングマッチの時は右サイドバックでもボランチでも出場して、サポーターの中でも渡辺選手って結構いけるんじゃないかっていう、そういう評価する声はかなり多かったです。ここを自身にですね渡辺選手もこのポジション争いに食い込んでいってくれたらなと思います。健全な競争というのがあるチームというのがやっぱり強くなるんだそうです。やっぱりそこのですね競争というのがですね生まれる状況、各ポジションそうですけど切磋琢磨してレベルを高めながらどこにも負けない中盤っていうのをですね築き上げてほしいなと思います。さあそして、まあ、中盤のトライアングルの頂点なんですけれども、ここはですね誰が勝ち取るのかですねまだわからないところがあります。野岳博也選手、いやもうパスセンスもですね抜群で、トレーニングマッチの時もいいパス出してたので調子もいいんじゃないかなと思います。ユース上がりですけど、クラブで重ねた年数というのも長くなってきて、今回はもう選手会長になってますからね。まあ、お兄ちゃんの野崎純也選手も大分にもうステップアップしていって個人昇格していきましたから、もうそれぐらいの勢いでですねチームの中核を担ってほしい、そういうもうサポーターファンのですね願い思いも、ある選手だと思います。